13時56分まで放送いたします。皆様最後までお付き合いください。イエーイ。なんかすごいなんかテンション違うね。なんかもう昼の感覚とかいいよね。もう夜の感覚でいいよね別にね。はい皆様、はい、そう今日は収録日でなんと今お昼の1時なんですけども、この収録は夜に行っているのではい、ということで、はい皆さん、はい、乾杯。ありって言った。あり乾杯で。ありか。あり乾杯。あり乾杯。カリーとアリーは何が違うの？カリーは乾杯って意味です。アリーは、うん、なんていうの、掛け声みたいな。あ、そうなんや。全然よみたいな。アリーみたいな。分かった。いや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 。一緒やん。アリーしか言ってない。うん。アリー。そうね、乾杯みたいな。そう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 、まさに。それやみたいな。そうそうそう。なんか嬉しい。ハマった、ハマったね。めっちゃハマった。嬉しい、うん。あんな褒められたこと今ないよ。一度も。うん。あんなに合致したことない。山内さんと。そうね。あ、ない。初だったね。嬉しい。嬉しいね。嬉しい。はい。楽しい。ということで今日は、はい、夜の収録でございます。しかもみんな飲みながら、はい、チェッカーズもそうさん、コッシーさん、こんばんは。こんばんは。え、来てるの？見えない。あ、上の今来てるの？はい。あ、そうなんだ。ツイキャスは、そう、ツイキャスは生で今見れてます。放送は2月のこれは8日ですね。はい、8日分を、はい、収録しております。ツイッター見て来てみたらだって。あ、すごい。嬉しい、嬉しい。アーリー乾杯。アーリー乾杯。、ね、日中だからね、今ね放送されるときはね、うん、いいんですよ、もういいよね。なんていうんですかね、今日はですね、この金曜日なんですけど、はい、2本か3本ぐらい撮ります。はい、はい、そのためのガソリン補給で。そうですね、飲んでおります。ただいまちょっと、1月今日何、12日、うん、うん、午後7時でございます。7時、うん、ここから2本3本撮って、そうか、2月のあれでしょ、ちょっと喋らせてもらって。あー、ごめんごめん。だから結局さ、飲まないとやってられないんだよね。ね、社長のね、あの心の声がダダ漏れでしたね。ダダ漏れです。私10時からさ生放送があるわけよ、アイスラジオ、うん、そうそう、だからその時間までね、そう、その時間まで、うん、収録をして、うん、で2月のあれでしょ、収録2月に放送されるやつは大体もう恋からは全部みんな、ママからは大体酔っ払いないやつでしょ、収録。あの配信週を追うごとに酔っ払ってくる。そうですね。もう意味が分からなくなっていきます。1週目まだシラフだけど2週目からだんだん、そうだよね、きっとね、うん、そう、いい頃合いになってるから、だんだん最後の時はもう大変。大変、うん、大変だと思う。、うん、みんながもう汲み取ってほしい。そこはもう、そうだよね、やってられへんっていうか、1日さ3時間も番組やるっつったらもう飲まないとやってられないんだよ。ずっと喋ってんの。でもさ、テレビ収録の人とか考えたらすごいね、うん、それこそ、そっか、だって盛り上がるところが取れないと終われないんでしょ。そう、集中力切れてくるじゃん。しかもさ飲んでないじゃん、うん、すごいよね。そうだよね、やってらんね。私さ自分中心で3時間ならいけるけど、誰かのも見てなきゃいけないのはちょっと無理かも、うん、うん、でも休憩できるやん途中で。休憩したら眠くなるじゃん、もうあもう疲れたみたいな。眠くなるよね。だってずっと自分集中にさ、うん、いられたら 2,3 時間はいけるかもしれない。うんうん、うん、面白くなるとかずっとうんうんって聞いてなきゃいけないでしょ。そうですよ。ねえ、それ辛いよね。ね、補充しよ、補充しよ、今日はね、うん、はい、ガソリンを、はい、あ、チェッカーズ無双さん同意ですということです。飲まないとやってられないよね。本当だよ。今週もお疲れ様。お疲れ様です。あ、うん、そういいのか、うんうん、いや木曜日だからね、木曜日だからね、はい、うん、ということで、うん、実は今日テイクトテトウ、何だっけ、何杯目も。テトウ。ね、酒の
つまみになる話しよう。酒のつまみになる話。じゃあ酔っててもいいわけだからさ。あ、そうだね。うん、あれ面白い。トークテーマも決まっておりませんが。はい。おりません。酒のつまみ。そうだね。になる話さ。なんだけど、うん、私のリクエストとしては、うん、やっぱかなこのね、それ違うじゃん。だって本当はそれ。それは先週話してる話。先週話してるから。うるさいな。うるせえうるせえ。ちゃんと守って。一応構成があるじゃん。あ、そっか。ポンポン。あれ途中までだから。そう。あ、そっか。ここで、そっかそっか。それを話すともうあれが使えなくなるよ。あ、そういうことか。そしたらこれが1日になっちゃう。なるほどなるほど。なるほどなるほど、うん、なるほどな。そうだよ。いや、わかる。でも喋りたいよね。うん、喋りたいね。うん、だから、ね、まあ繋げれるようにね。うん、無理無理無理。無理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 。よかったよ。仲直りの話だっけ。そう、仲直りから。仲直りから。できてなかったけどね。仲直りからメンヘラの話になってたっていうね。そうだそうだそうだ。先週のくだりは。そうで、かなこさんがまさかのめっちゃくちゃメンヘラだったっていう、ね。そう。もうね、多分本当に北半球を代表するメンヘラだと思う。確かにね。マジで3本の指に入ると思う。入るはずね。うん、3本、ね、トップ取るわ。いや、マジでそのキャラ羨ましいわ。うそ。うん。強くない、うん、強い。メンヘラパーソナリティ。強い。メンヘラパーソナリティ。胸張って、私メンヘラだからって言ってるわけだよ。そうそう。めっちゃ強い。そう。すごいよね。最強だと思う。まあだからその話はもうやったんで。うん、そうだね。あの先週、うん、だから、うん、やっぱ違う酒のつまみの話ですよね。はいはいはい、うん、ね、それぞれだから今 CM 行くので、うん、はいはいはい、考える、考えましょう。 OK, okay. いいですか。はい、じゃあ一旦 CM です。どうぞ。はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中。土曜トーナメントも開催中。段級は問いません。ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。スローヨガベクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガベクスで心も体も美しく、未来を共に楽しみませんか。500円で体験できます。年齢を気にせずお気軽にお問い合わせください。スローヨガベクスで検索。せーの、サンサンサワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。サンサンサワンハウス。小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーズ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。お送りしております。この番組は悩めるママのから騒ぎです。宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオより、この後13時56分まで放送いたします。お相手はのみのみカーマーとのみのみカリンです。わからん。ガオ。ガオ。なんか今日かわいいね、二人ね。のみのみカーナーとガオ。ねえ、今日ってなんだよ。今日は。いつもだよ。今日だけね。ガオ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 。そのキャラなの。キャラおかしいよ。おかしいよね。はいはいはい。まあまあまあいいと思います。はい。さあ、酒のつまみになる話ということで、はい、今日は進めていきたいと思いますが、うん、はい、なんだっけ、
最近この1月、今日は、12日に収録してるんですが、最近世間を賑わせてるといえば、誰かの活動休止、は誰、まっちゃん、おー、言うね、言うね、なんで、ある、そもうここまで来てある、そんなの。まっちゃんが、そうまあまあね、あんなことこんなことがあり、まあその真実は分からないまま、一応記者会見もせず活動休止に入ってるわけ、そのでまっちゃんのテレビ番組ってたくさんあるじゃん、でその人気番組の中の酒のつまみになる話、はい、だっけ、だから結局それぞれ仕事が急になくなりました、あるいは、そう今の、はい、急に仕事がなくなったの、もう言ったら収入源がなくなったわけよ、それはまずいぞ、じゃあ何する何する、何する、今の環境でだよ、今の環境の自分にちょっと思い起こして、あ、僕言っていいですか、はいはいはい、あの本当に、実は FM ギノワンやってまだっていうか全然社長の頃に、本当にお金がなかった時期があったんですよ、いろんなのが重なって、引っ越しが何回もあって、もう本当に金なくて、その時に俺あのね、ゴキブリ駆除のバイトやったよ、日当で高いんだ、8000円ぐらい、日当で、日当で中途半端やなちょっと違った、なんか高くもすごい高いわけでもないけど、だから1時間で8000円なのかね、2時間で8000円ね、違う違う違う、1日で、1日で何時間働くん、5、6時間まあでもちょいぐらいやな、まあ、ちょいぐらいやな、違う、でもそういう本当にお金なかったから、知り合いから紹介してもらって、知り合いの社長がこんなのあるよって言って、あ、じゃあ全然やるっつってやらせてもらったわけよ、いやでもね素敵だよね、ね、大変な時にやっぱ形にすぐするっていう、そうそう、これね、でも助かったわけさ、そうだよね、そうだよね、8000で10日行っても8万だよ、そう、やばっ、わかりやすいよね、そんなしょっちゅうあるの、しょっちゅうはね、あの週に2回とかなんで、普段ほらこっちとかも営業してるから、やりながら、週末のこの休みの時にできるっていうのでやったわけ、でも待って、8000でかいな、でかいよ、でかいな、いや普通にね働く1日8000は、そうそうそう、だから、要するに当時の出費は俺の給料よりも多かったわけよ、だからやばくて、でこの 2,3 ヶ月を耐えればどうにかなるみたいな、わかるとこだったから、それをつなぐので、ゴキブリ駆除やったっけ、なんかもうめっちゃやって来て、で、あのほら、ゴーストバスターズみたいな、宇宙みたいなで、学校周りのこの下水管バンって開けて、いっぱいいるの、めっちゃいるわけ、それをガーッと殺してかっくろちすごいそう、それね、だから僕も一応は言わなかったわけ、社員に、今だったら言ってるけど、社長でこんなことやるって一応情けないじゃん、まあね、そうだから言わないで、でももうお金ないからしょうがないっていうのでやってましたよ、いや、その時代があるから今がね、あるんだもんね、似たような経験の時ね、自分のお店やってた時に、それこそ、もう毎月の月末がもう苦しいわけ、なった時に、時計とバッグを質屋に入れては、あまだやってやってやったそれを 2,3 ヶ月続けて、でももう手放した、それですぐ、あ、とってもわかる、私取り戻したわ取り戻したんだ、あるわ、取り戻す人もあるんだあるわ、わかるわかる、あるわ、それやった、わかるわ、めっちゃわかる、面白いよ結構来るじゃん、結婚指輪売ったって言ったよ、結婚指輪売ったんだ、結婚指輪って金とかだったら溶かせるじゃん、なんかそういう時だから入ってたらとかあるよね、なんか何その変な知識は、なんか売れる時ってなんだっけ、プラチナが一番売れるんだっけ、やっぱ金が売れるんだっけ、金だよ、金が一番いいと思う、あ、金だって、チェッカーズもそうさ、でこれからもそうらしいよ、やっぱり現金よりも金に変えて、金にね、そうね、っていうのはね、不動だよ、結構不動だよね、だからさあ、エマちゃん来てるよ、あえて同じプレゼントをもらっておくのよね、いざという時のために、売るために、そういう昔やってる人いた、だからそれこそ誕生日プレゼントとかだったら、みんなくれるわけじゃん、
だから一つにしといて、うん、全員から同じのもらってみたいな。見たよ。なんだろうあれ。すごいね。今すごい。でもさ、やっぱり七初めてドキドキするじゃん。ドキドキするし。よね。なんかもう、うん、悲しくなる。悲しい。今言えないよね。言えなかった。私も。そう。あったあった。でもね。だけどもね。しょうがないんだもん。あれでもめちゃくちゃ助かった。そうそう。回せてるわけだからね。うん、とりあえずはお金をさ。だからさ結局さやっぱ切羽詰まったら、うん、どうにかしてでもお金はやっぱ得らないといけないですよね。やらないといけない。うん、多分そ本当にもうさ子供食べさせていかなきゃいけないとかって、うん、本当にお金ない人は多分何でもやると思う。うん、何でもするよ。何でもする。本当に思う。うんうん、できればちょっと早く払ってくれる方がいいそこまで言ってたらね効率よりよくそうそう、そう、俺もこれはもうその日ゴキブリ駆除は取っ払いだったわけよ、うんうん、超助かった、めっちゃいいわ、ね、それはいい、回るよね、うん、お金が。なんか大阪ではさ、うん、なんていうのこの西成地区、愛林地区っていうところとかがあって日雇い労働者っていう人たちがやっぱ集まるのよ、うん、でそこでもう1日日当多分1万円、それこそ8000円から1万円ぐらいもらってるんじゃないかな、そうそうそう、もう並んでるのやっぱその仕事をもらうためにさ、でも素敵だよね、炊き出しがあったりとか、うん、そういう人たちをね集めてるわけ、そこに行く勇気はないけどないけども、行かなかったの？待って、どういうことなんか違う方法探さして、そこはすごい匂いがしそうなところやねまだあるわ、ちょっとラウンジで働いて日払いもらうとかさ、まだそうです、ね、そっか、だから女子はね、女性はねあるよね、まだあるよね、本当に、うん、いっぱいあるよね、うん、ある、まあ、なんならもうさ、うん、触らせてもいいじゃん、もうおっぱいとかで働いてね、本当にさ、生きるか死ぬかなんだら、うん、そこまでいけるよね、うんうん、どこまでいけますか、じゃあ。でも本当にだったらソープいけますか。いける、子供のため、本当にだよ。そうだね、本当にだよ。あ、いけるんだ、やっぱり。うん、行かなきゃ死ぬ。行かなきゃ死ぬんだったら行く。死ぬんだったら行くよ。そうよね。死ぬんだったらね。うん、自分死ぬのはいいわ。そう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 。確かにね、うん。子供のためだったら俺もうちょっと売るな、これ。売るんだ。何を売れるんだったら、需要があるならば。誰かいるかな、需要。需要があるから売ろう。値札やろ。そうだね。ね、みんなめっちゃコメントくれるする話はい、はい、うん、あ、タミーさん、うん、楽天の田中マー君も年俸が激減して大変になってるっていうことですよ、うん、マー君ね、うん、激減したの何年契約だったの、もともとそんな詳しいのは、うん、分かるわけない、なるほどね、じゃんそんなことないし別に私今だったらさ今分かった聞いてきて、私今だったら子供のポケカ売るわ、あーなるほど、高いやついっぱい持ってるんじゃない、うんうんうん、あるさ何万とか何十万とかなるし、めっちゃ怒られると思うけど、いやでもしょうがない、そうあれ十万はやばいってやばいよ、ね、もうそれぐらいのスタンプのブランドもより高いよ、だから大人になったら分かるから子供も、うん、あの時大変だったんだ、うん、お母さん大変だったんだ、うん、そう絶対いいと思う、うん、ひふみさんごっくんちょ、ごっくんちょ、今日から2月を明けおめ、違うこれ2月2週目なんだよ、ひふみさん、ありがとうひふみさん、ひふみさんこの辺すごいね、ね、ちゃんと2月っていう、ね、ちゃんと入れてくれてる、なんか流したの、さっき言ったからでしょ、うん、多分さ収録だっていうのをちょっと分かったんだ、聞いてくれてるんだよ、そうかそうか、うん、すごい、そりゃそうそう、この時間に2人がいるんだもん、おかしいもんねおかしいよね、おかしいね、うん、チェッカーズ無双さん、若い頃奈良のキャバクラでバイトしたら、氷入れるやつにブランデー入れて飲まされた、うん、あ、あるある、うう全然ある、あのあれに、うん、アイスペールにガーって入れたのね、ガンガンに氷入れてたよ、もうボトルそのまま入れちゃうってさ、あ、はいはいはい、あ、なるほど、武装さん、じゃあキャバクラでバイトしてたんだね、奈良だよ、奈良、奈良で、行ったことないな、今ってそういう飲み方するのかな、私たちが人によるんじゃない、19、20代ぐらいの時はさ、10代、でもやってると思うよ、やってるんだ、じゃない、うん、私も昔あれだよ、シャンパンとかやってたよ、それわーって、へー、うん、自分の店で、自分のお店ではやってないけど料理屋さんだからね、料理屋さんだからね、うんうん、普通にご飯食べるとこだからね、夜のお仕事じゃない、普通にしっぽり飲むからね、ああ、そっか、ごめんね俺勘違いして
めいちゃん、マックが照り焼きバーガーが400円に上がってるから、今の仕事頑張るな。どういうこと？マックを食べるために。もともといくらなの？セットじゃなくて単品で400円。セットだったら690円ぐらいするな。マックも高くなってるもんね。いや高いよ、ね、マックでも子供好きじゃないですか。好きやし、うちそんなに食べさす機会って少ないけども、うん、もうお姉ちゃんとかなったらさ2つ言うの。あ、そう、わかる、うん、あ、2つ、うん、それでも足らないっていう。そう、中学生とか小学校高学年すごいね。そうだよ。それに、うん、チョコパイとかフルセット、そうファミレスとかもそうフルセット2つ3つ言うから。そう、この前ね、好きや連れてったら、うん、波を頼んだのみんなね、うんうん、なのにやっぱ3人かな、うん、もう一つ波頼んでたよ。へえ、最初から特盛りしてもうね、そんなさ安くない。そう、安くないの、全然安くない。一回スシローとかね、ランチとか行ってもやっぱ1万とかさ。あ、俺だからよっぽどのことがないと子供も今寿司には連れて行けないですよ。だから外食減るよね、うん、行けれない、行けれない。ファミレスも行けない。ファミレス高いもん。意外に うちの子供、長男さ、うなぎこの牛丼頼むわけよ。おお待って、社長やん。それ頼む社長しかないやん、もう社長やん。お前はと思って。でもほら、たまにしかやっぱ会わないからあげるけどね。それはね、そうだね。私とかあれだよ、もういかにこうこっちの方が美味しいよっていうプレゼンをするから。プレゼンをね、カリンと前なんか去年とかさ、ご飯食べに行ったらさ、うんうん、ファミレスとかでご飯食べるとするじゃん、うんうん、ご飯を食べるさ、うん、でもデザートはコンビニで買おうとかさ、スーパーで買おうみたいな。あっちのが美味しいよとか、あっちのがめっちゃ選べるよとかめっちゃ言う。確かにね。そう、キリがないとか。本当に嫌じゃん、子供にさ、うん、まあでもいいかもね、ママこれだけ6000円しか持ってないから、うん、この中でやろうとかさ、そういう日があってもいいよね。うん、日があってもいいんじゃない。だからさ、やっぱりさ、うん、親も大変なんだよっていうのは分かった方がいいと思う。分かる、その方がいいと思う。思ったのが、うん、まあ私とかもさ、幼少期ってそんな裕福じゃなくって、うんうん、結構大変だったと思うんだよね、片親だし、うん、で、ハングリー精神が生まれたっていう人の方が、いろいろ考えてるよね。アンテナ張ってるわけ、ちっちゃい時から、うんうん、だって欲しいものないわけだから、いかにどうして欲しいものゲットするかっていうさ。だけど今ってやっぱ私も含めてさ、求めてあげれてるって自己満なわけ。あげてるよね、自己満でさ、ちょっとあげすぎてると思う、私も。そう、私もシングルだから、うん、こんな思いさせたくないとか、わかる、うん、本当に自己満でさ。わかる。でもね、当たり前のように、そう、あ、やべえわって最近なってるもん。確かにね、わかる、うん、私ね、このクリスマスが来るたびに、誕生日とかクリスマスが来るたびに思う、ないの、欲しいものが。その時に子供たちが、はいはいはい、もうないんだよね、求めすぎちゃう。そうそう、もう普段から与えすぎちゃって、うちもそうだよ、うん、だからあんま良くないなってやっぱり思うな。僕、うちも母子家庭で本当に金がなくて、うんうん、うちの母親も昼も夜も働いてたわけ、うんうんうん、それでもうそれを知ってるから、うん、だからもうこっちもほら受け入れるじゃん、もう、うん、月300円でも高学年までね、うんうんうん、全然いいよみたいな、うんうん、それをどうにかして漫画買ったり自分のあれをしたりするわけ、うんうん、そうだね。そう、だからね、ちょっと今は考えなきゃいけない、考えなきゃいけない、うん、本当に誕生日とかクリスマス毎回電子機器言ってこない、最近の子、まあね、MacBook とか言ってこないだ。でもさ、でもさ、私たちの時代はなかったからさ、 iPad とかさなかったもん。でも私小学校5年生ぐらいの時にバイオリンって言ったから、うん、それはほらだってもうお嬢だもん。そうだ、姫だからさ、うん、バイオリンって発想ないよね、俺なんかね、うんうん、ないよないよないよ。キコキコしたいって思わない。キコキコ。バイオリンって知らないからね。知らないから同類になってるよ。カリンさんは知らない。知らない、俺は知ってたよ、うん、カリンさんは知らない。知らないよ、私。そこら辺の茶碗を箸で叩いてるわ、ドラムみたいに。でね、あれだよね、いじめてきた子を池に落としてるしね。そうそうそう。落としてやったわ。覚えてるかな。修羅場ですからね、毎日。そう。そんなもんですよね。そう。いやだから本当にちょっと考えなきゃいけない、ね、でもわかる、ね、僕ももういろんなつてというか、うん、おばあちゃんとか、うん、それこそ、うん、優しいじゃないですか、おばあちゃんは、うん、だからおばあちゃんに頼ったり何したり、うん、っていうのをやっぱ知恵使いますからね、まあね、
考えないじゃん。知恵を使わさないといけない。られてたらさ、うん、すごいよ。なんかだからもうクリスマスとか誕生日とかもさ、今度高級なもの、うん、その人ばかりにね言うんだけども、うん、今度はシーンってわかる？このネットでさ、とってもいい可愛いやつとか種類がたくさんあるやつを安くで、まあ、海外からの輸入なんだけど、服も何でもあるの、何でもあるの、うん、それで何が欲しいとかじゃん、いくら分って言うわけ。あ、俺も言われた。やばくない？いくら分ってさ、待ってすごい測られてるみたいで、すごい嫌な。そう、俺も嫌だった。いくら分ではないって。そうそうそう、どれが欲しいのって言ったらさ、うん、なんか300円のなんかネイルチップとかいろんなやつを言うから、うん、ね、なんか量でも満たしたいのか1個のもので満たしたいのかって言ったら、どっちでもね、こっちとしてやってあげたいんだけど、うん、いくら分って言われたらさ、わかる、あれどうした、あれどうしたらいいの。俺はだから、うん、違う、いくら分じゃない、とりあえず、うん、買いたいもの言ってっつって、うん、あのうちの息子はジョジョ の、 その大人買いしたいわけ、はい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 、すごいわかる、このシリーズの何全部、待って、うちの子も全く一緒、そのいくら分って言った子、その単行本のやつ言ってきたの。そうそうそう、だからうん、これは5000円ぐらいだったから、うん、あ、 OK っつって、ねえうち1万4000円だった。マジ、うん、1万円だったら俺はもううん、無理だよね、無理だよ、ちょっときついよね。そうそう、5000円ぐらい、うん、半分ぐらいじゃないと、うん、もうちょっと多分無理だよっていう、うん、何かしらごまかすよね。ね、うん、2ヶ月堪能して2ヶ月後に8000で売ってっていうメルカリ出して、じゃあ2000円やん実質頭いいねいや高いやつはね、高い、うん、うちに売らないとねやるんだ、やっぱりよかった、うちの子本当にもうやるやる、もうやばいと思ってたもん。すごいよね、うん、はい、ね、ひふみさん、ワンは靴にビール入れて飲み合ってたな。なになに靴にビール入れて飲み合ってた。それは嘘、私はしたことないし飲めないな。靴にビール入れるの臭いじゃんね。え、上じゃない？あ、ごめんごめん、これ、あ、これ だった。そう、え、どういう意味？あ、靴に長靴浸透するくない？布がリアルにさ、靴って長靴どういうこと？飲み合ってた？ね、ちょっと電話して今から来て、今から早く明石家サンタみたいにさ、電話でさ、いいね、それいいよ ね、 いいね、それ楽しそうじゃない？明石家サンタのやついいじゃん、やりたい、カラサギだし。ひふみさん、ちょっと電話して。うん、電話して。あ、ピーに、あ、僕に知らないじゃん私は知らない、来年は取るかなはい、埼玉の郷さん、こんばんは、はい、うん、こんばんは。今仕事終わったの？お疲れ。ひふみさん、自営業のワンは物価上がるたんびに、よっしゃ売り上げ上がるぞってなってる。あ、そうなんだ。ただその分生活費も上がるからね。あ、そっか、そう、変わんないんだよ本当は。うん、ただ切り詰めようがあるんじゃない、ひふみさんの戦略の中に。どういうこと？切り詰めれる、だから出費を抑えて、はい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 、確かにね、売り上げを上げるために、ね、上げれるっていう、うん、経営者の戦略があるんじゃない。うん、え、どういう意味？埼玉のこうさ、山内さんをノコギリよなんて、どういう意味？どういうこと？マジで俺全然分からんけど、ノコギリよ な、 なんか沖縄のなんかあれなの？うん、違うと思う。あ、じゃなくて、うん、無双さん、昔はみかんだったのが今はゲームソフトだな。そうなんだ、か可愛くないの？みかん可愛いじゃん。みかん可愛い。いや、みかん欲しいって言うの？わかんない。一応言ったことないけど私もない。無双さん、多分この人たちないよ。うん、子供でしょ、でも武装さんの子供がっていうことで、武装さんの子供が誕生日プレゼントでみかんって言ってたんだ。だったんだけど、可愛いね、それね。なってこと。え、逆にちっちゃい時何をお願いしてたの？私なんかタッチのさ、みなみちゃんの身体操セットとかを多分 2年生ぐらいの時とか覚えてる。ね、もうあの小学校の時からアイドルになるよってなったからさ、ちょっとメンヘラってるから、ね、メンヘラだからメンヘラ関係ないじゃんそれちょっとアイドル志望者だったからさ、小学校からなんだよ、メンヘラだから、アイドルだよ。何言ってたんだろう。何言ってた？僕は多分ウイスキーボンボンだから、詰め合わせ、詰め合わせ、ウイスキーだね、詰め合わせ
人ぶっ飛んでんの小学生から犯罪だからね、ダメだから、はい、ひふみさん、子育ての目標はその子の自立、うん、いつもそれを考えて子育てしたな。だからあえて欲しいものはほとんど買ってあげなかった。そうか、うん、そうだよね。だから違う部分で愛情を注いでたんだと思う、ひふみさん。だからさ、状況によるよね。俺は今片親にしてるから寂しい思いさせてるってことで、うん、なんか物で埋めちゃうんだよね。わ、うん、かるわかるわ、うん、かる、うん、これはもう悪いけど、うん、そうさせてって思っちゃうよね。でもなんかさ、それが悪いわけでもないと思うし、うん、やり方だね、うん、現代のやっぱ流れであると思う。なんかね、うん、いやこれどこまで話していいかないいよ今日は話すそうだよ、うん、いいじゃん、もうテキーラ4杯ぐらい飲んでんだから。飲んでねえわなんだろう今の小嘘は本当にやめてもらってなんか滑ったとしてもさテキーラ4杯飲んでんだなってこう、あ、確かに、そう、あの、うん、そう逃げ道をつくから今、そうそうそう、確かに、うんうん、ざっくりね、はい、あの私、まあ旦那さんとの慣れ初めっていうか、うん、でどっちかというと私は片親で育ったから、うん、でも旦那さんちょっとまあ裕福なところで育ってるのね、うん、だから、うん、やっぱりその私なんか例えば物を何か買うにしてもものすごく執着持ってる、はい、もったいないなとか、でも、うん、まあ旦那さんはどっちかというと買えばいいじゃんとか、大は小、小は大なんだ、はい、言って、大は小を兼ねる、小は大を兼ねる、はい、みたいなとか、だから迷ってたりとかしたら、うん、もうなんか大きい方買えばいいじゃんとかさ、でも私にしたら、うん、それもでもこれでねいくらでこうだって考えちゃうさ、うん、高いものがいいものっていうね、そう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 、感覚で言われたらちょっと待ってでなるもんね、うん、コスパがね。でもなんかそのやっぱりでもある意味全然価値観違うんだけど、うん、あ、やっぱこの生活をしてる人たちはこの感覚があるんだなっていうのは私は初めて知ったの、うん、どっちかっていうと、うん、やっぱお金も、うん、裕福な方々の、うん、やっぱり自分がなかったから、うん、ちょっとなんていうの、どうせお金があるからでしょみたいな、うん、そういう目で見てる部分があったの若い時って、うんうん、だから自分は私はそうじゃないけど違う世界だけど成り上がるんですみたいな、うん、でもなんかその世界はその世界の人たちでやってるんだなっていうのを、うん、なんかね、私は今ちょっとずつ受け入れられるようになって、うん、お金の裕福の世界、うん、もうそれはそれであるっていう、あるよね、うんうんうん、でなんかその、うん、自分も別にどっちがいいとかじゃなくて、うんうん、あれ、はい、着地点見失った、見失った、ね、なんでこの話をしたかも見失った、見失ったね、うんうん、飛んだ、うん、やばい。でもあのさ、うん、さっき言ってた、うん、ハングリー精神やっぱあるとさ、うん、あの多分ね、お金、あ、まあ、一概には言えないけど、うんうん、もうこの高級の A5 ランクのお肉しか食べたことない人生だったらさ、それなんかね、ちょっとよそ行った時に、うん、あのね、普通の、うん、安いお肉食べた時になんか不快になるじゃん、うんうん、これ幸せ度数低くね、低いない、低い、だけど、うん、どっちも知ってて、うん、そうね、判断できる、そうそうそう、あれもこれも知って、ここしか知らないんじゃなくて、そうそうそう、ここしか知らないからうちこれやねんって言ってる人よりも、もういろいろ見てからこれがええねんって言ってる人の方がやっぱかっこいいよね。そう、選択肢がやっぱ多い方がいいと思う、うん、だからね、100円のお寿司を食べたこともあるし、うん、1000円のお寿司も食べたことあるで、うん、じゃあ今日はどっちの気分ですかで選べる人になってほしいと思う、うん、子供には、うんうん、そうだね、うん、私だからセブンにさ移住、うん、住んでる時も、はいはい、あの一応住んでるところはその高級ホテルのコンドミニアムだったの、まあ、なんでかって言ったらそのセキュリティ問題でとっても不安があったし、うんうん、まあ、そこはさやってたんだけども、でも本当にね2週間に1回ぐらい、うん、バックパッカーゲストルーゲストハウスみたいな、うんうん、泊まりに行ってた。楽しいし、うん、あの本当に水しか出ないとか、うん、トイレ詰まってるよとか、あのドアの下隙間開けてゴキブリさん入ってくる隙間ウェルカムしてるよみたいなとことか、めっちゃ行ってたの、じゃあやっぱり帰ってきて子供たちがママって日本って本当空気いいよねとかって言うわけ、で日本って本当にいいよねって言うわけ、なんでって言ったらご飯食べてるときハエ飛ばないよね、わかるみたいな、やっぱこの違いはさわかる、あの今それこそ
それがある当たり前が当たり前じゃない環境をやっぱ知れば知るほど感謝がなんか生まれるなとかね。確かに。うんうんうん。いろいろしてから、経験だよね。本当に。確かに。うん、経験大事だよね。全てが経験。甘やかしちゃダメだよ。甘やかしちゃ。ね。だからさ、ね、いいんじゃろ。サンいいんじゃろ。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 サンタさんからさ、プレゼントが来ない年があっても。うん、あ、確かに。いいんじゃろ。いいかも。うん、いいかも。ね。うん。そっか。じゃあ自己満だよ。自己満でいいよ。俺はもう寂しい思いさせてるから、俺は何でもあげる。まあそれもだから山内さんが寂しい思いさせてると思うから、うん、お父さんの愛はそれだよでいいんじゃない？そう、ね、できてしまうからそらするよね。まあね、うん、それプラスちゃんと言葉とスキンシップで愛も与えられてたらとてもいいと思う、うんうんうん、そうなんですよ。うちはね、うん、あの嫁がめっちゃ厳しいわけよ。育児みたいな、こうしつけってこと？しつけがめっちゃ厳しくて。そう、どんなどんな聞きたい。もうさ、うん、もちろん、買いたいものは買わない。はあはあ、うん、で、なんていうの、両方あるわけ。いい面も悪い面もあって、うんうん、割と自分の哲学に合わせさせるっていう、はいはいはい、要するに昭和の子育てですよ、うんうんうん、これはダメ、あれはダメ、うん、っていう、うんうんうん、だからバランス取って俺はもう何でも OK みたいなことを、まあ別にバランス取ってるわけではないんだけど、俺はそっちが好きだし、あの罪悪感があるから余計もうもっと奥様気に入らんよね。なんかええとこだけ取っていきやがってって言って、それめっちゃ言われるもん、本当に好かれてさんで今でも言われる、うん、最近でももうムカつくって言われる。とってもわかる。とってもわかる。こっちはすごい思いして頑張ってるのにさ、毎日日々ね、子供だよ、会った時はなんかコンビニで好きなもん買えとかって。それだと私だってそうするわみたいなね、うん、じゃあだからできるんだからさ、それもわかるわかる。子供たち目線でだね、今のね話わからなくて言ってる、やってるわけじゃないよって俺は言いたいんだけど、ほらもう聞かないから、あの一生懸命なんだよ、怒ってるからさ、怒ってるからさ、うんうんうん、本当に思う。だから、うん、俺は実は母ちゃんめっちゃなんていうの、すごい人だよとは言ってるわけ、うん、もう尊敬してるよ、うん、俺は、うん、こんななったけど、うん、っていうのは、うん、フォローで一応は言ってた、うんうん、で私もやっぱそこまでできたらいいなって思ってる、正直、うんうん、だってきっちりするところどっちかがそうじゃないとダメじゃん。そうそう、ダメダメダメ、正直絶対ダメ、ね、うん、ゆるゆるもダメだしね。なんでもいいぜはさ、本当にそう、ちょっと、うん、やっぱりそして元奥さんがやってくださってることによって、ね、今子供たちがこんな素直に育ってるわけだからさ、うん、そうそうそう、うん、だからありがたいよね。ありがたいよ。じゃあ CM 行っていい？はい。せーの、サンサンサワーハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。サンサンサワーハウス。将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ、おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
まだ大丈夫。 OK? もう始まってる？あらららお送りしております。この番組は悩めるままのから騒ぎです。キノワンヒルズ通りにあります、はい、FM キノワン海の見える素敵なスタジオよりこの後13時56分まで放送いたします。皆様もう少々お付き合いください。もう少々お付き合いください。ひふみさんさ、電話してもいいよって言ってんだけど、これ次の収録の時にやってもらう。あ、いいね。来てもいいよ。靴にビール入れて飲むっていうやつは何だったのをサクッと2分で簡潔に喋って。2分喋る。欲しい欲しい。だからさ、来た方がいいよ。実。いや、電話の方がいいよ。なんで？だって、これさ、なんだろう、シリーズ化できるくない？どういうこと？明石家サンタみたいに？そう。来たら長くなるぜ。あ、じゃあ電話がいいね。そう、長くなる。ひふみさんのさ、そうそうそう、あれはいいわ。今あの人電話しようよとかって言って。面白いね。収録中なんだけど、とかってさ。うちお母さんとかに電話してもいい？大丈夫なの？ダメ出しされるよ。全然大丈夫。なんだっけ？あれじゃん、面白い。ピーちゃんだっけ？ピーちゃん。ピサチ。ピサチ。前もね、来てからもうお世話になっております。ママも面白いよね。ほんと彼のママも面白い。へぇー。あん時なんであんな切り返しすんのみたいなこと言われてたよ。あ、言ってたよね。ダメだし。だからやってみなっていうさ。もっと面白くするにはね。ほんと見せてもらおう。じゃあ逆に。見せてもらおう。面白いよね。はい。はい、ということで今日は酒のつまみになる話をしております、うん、いいねいいね。コメント拾っていきましょう。全然拾えてないね、はい、ひふみさんまで読んだから。あ、コッシーさんは、うん、自分の幼少期40年以上前にゲームウォッチ、うん、6000円したけど親は大変だっただろうなっていうことです。ゲームウォッチってなんだ？ゲームウォッチってあったわけよ。こんなちっちゃい今の DS のもっと前の縦のやつ、うん、横。それゲームボーイだよね、多分ね。それでも結構高かったんよね。高いと思うよ。うん、高かったよ。ゼルダの伝説。はぁ、あ、ゲームボーイだった？ゲームボーイだよ。あ、そうなんだ。私が小学校の時にうちのお兄ちゃんめっちゃイケメンなわけ。イケメン、うん、でびっくりする。多分後で見せるね、うん、でお兄ちゃんはモテすぎて、うん、あの小学校の時にも私に来るのよ。何を？お兄ちゃんが好きな人、バレンタインとか渡したい人が。あ、やば。私に来て、ね、こう、この日に来てって言ってほしいんだけど、この手紙渡してとか、うん、で、一回、ゲームボーイもらった。やば。小学校4年生ぐらい。やば。え、女の子から？うん。その、金持ちの女の子？あのね、お母さんと共にお兄ちゃんが好きだったの。すごい。お兄ちゃんがファンなの。やば。で、ゲームボーイとゼルダの伝説だったの。やばいじゃん。セットで食えたわけ。普通に育ってる？いや、育ってない。だほら、ね、そうなるよ。もうホストじゃん。なっちゃうよね。あのね、お兄ちゃんの一応許可もらったらお兄ちゃんのあれも言うわ、いろいろ面白いから。ただびっくりするぐらい、マジでイケメン。あの、うん、ジュノンボーイとかも大阪代表だったりとか、うん、そう、あのガチのやつ、ガチのやつ。うんうん、すごいね、うん、そう。そしてですね、あ、ひふみさんは欲しいものがあるときはプレゼンさせてた子供に。あ、でもね、それ私もする。今やる。あ、やった方がいいよ。うん、うん、絶対。あのね、亀飼いたいとか言われたときに、うん、亀、あの生き物、生き物、うん、なんか何か買いたい、うん、じゃあなんで買いたいか、じゃあ買うためには何が必要か、うん、どれが必要か、うん、なんでどうしたらどうする、全部それをちゃんとお母さんに紙に書いて出してしたらちゃんと書いてきた、うん、これめっちゃいいと思ってて、うん、私もさ、それだけじゃん。習い事もそうじゃん、うん、あれもやりたいこれもやりたいすぐやめるから、うん、こうプレゼンをさせて納得いった、うん、あとはどんだけ続けるとかね、そのためにこれを終わらせてからやるとかさ、うん、めっちゃいいよねあれね。すごい。うん、その考えるって力をつけるっていうのはいいよね。うん、いい。うん、ひふみさん続いて、飲んでる友達とお互いその時履いている靴にビールついで相手の靴で飲み合って友情を確かめてた。やだその友情。やだその友情。まだ女性とだったらいいけどさ、俺は。
やだなんか逆に一線超えてん逆にそれ一線超えてるよ。いいこと言う、うん、うん、なんかやだ。いくら酔っ払ってもできない。やだよね、彼氏でもやだよ。え、そうなの？それだけやだよ。やだ、彼氏ぐらいのは飲めるから。彼氏、いや、飲めるとか飲めないとかじゃないそれをあえてなんで靴で飲まなきゃいけないの？じゃあ彼氏は、うん、2人の靴で飲むよっていうのは OK だ。貸してからなんつって注いで、え、それなんで愛情を見せるわけよ。愛情、それを愛情とは感じないかも。見とけよっつって、俺の愛情はこれぐらいだよっていう。いや、ちょっとキモいと思うなえー、キモい。すごくない？でもこれ、この愛情の深さすごくない？でもそれ嬉しいよね。でしょ、飲まれたことが嬉しいじゃなくって愛情を伝えたいっていう。そうそうそう、ことは別にこの靴に入れて飲むことじゃなくてもだよ。そこにフォーカスしたら嬉しいけど、そうそうそう、あえて靴で飲んでほしくはない。でもほら形ね、その場の表現方法としては最大の愛情表現なわけよ、カナちゃんの靴で。いやー、ただその同じ、ただだよ、同じ島割るから、カナちゃんの靴で。いやいや、島割れないで逆にロックで言ってロックでそして次の日にジミーチューのなんかバンプスとかをプレゼントくれたらいい。結局だからその同じエネルギーとさ、その愛情があるんだったらジミーチューに注げって誰もそんな求めてへんねんっていうさ、ジミーチューに注げっていう話だよそっか、その同じエネルギーとな、あれ愛があるんだったらさ、そう、うん、そんなんちゃうねんっていう。そこに愛の深さあまり感じないかもそっか エマちゃん来ております、はい、それぞれでいいじゃん、みんな一つに統一したがるけどさ、うん、ということですね、うんうん、確かにね、価値観はどこの部分、ちょっとわかんねえ。エマちゃんごめん、誰も今なもう無理やねあの記憶が戻れないあーでもエマちゃんクレームいっぱい来てますね。女を何だと思ってんのねえ、大したことない愛情やし、普通に気持ち悪いそうそう普通にもう藁もついてる藁もついてないえ、そうだね、それで愛してるよって愛情だよって言ってもその愛情は別にいらないかなって思うな、うんうん、表現だよ。でもあの表現かアートだよ。めっちゃひゆみさん、担ぐ、担ぐって何、ひゆみさんを担ぐ、あ、俺が、あ、そう、あ、フォローする、フォローするっていうか、うん、俺もほら変な酔っ払ったらさ変な愛情表現しちゃうからさ。どんな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 カモンカモン、なになになんすかどんなって、どんな、ゆうちゃん自分でどんなよ、っていうかどんな表現すんのこれはほら言えないからさ。さあ次の段、次の週でお話しますか、ヤマピーの。そうだね、酔った時の愛情表現うん、何それ、え、聞きたい聞きたい、聞きた、興味津々ちょっとやばいじゃないですか、出てきたやばいやつ、みんな聞いてごめんね、ちょっと第3週目、うん、交互期待、交互期待、ね、来週絶対聞かなきゃいけないよそうそう、まあまあまあ、でもまあまあまあしょうがないですよ。長谷潤さんいったいや逃がさないからね、逃がさないよ絶対、うん、これよく逃がさないから大丈夫、みんなみんなごめん、ツイキャスはできないんだけどちゃんと第3週目聞いて、2月だってなんて読む、どれ、長谷潤さん、うん、昔女性の何これ、肩甲骨のくぼみに酒添いで飲ましてもらった、ここじゃないの、違う、それじゃなくて、だよ、肩甲骨って後ろ、あ、後ろ、肩甲骨後ろ、え、待って、こっちじゃないの、じゃ、これは鎖骨だよ。あ、ほんと？肩甲骨はこれよ。後ろ、後ろ。やば。あの、羽が生えるところ。あー、はいはいはい。うん、え、待って、ちょっと待って。そこに注ぐってなん？笑えなくなってんだけど。みんな意外と結構やってる。うん。いいね、いいね、ちょうだいちょうだい。え？え、普通にキモい。でもほら、女性がやってるからさ。でも、もし、もしだよ。ちょっと待って。鎖骨なら
らは聞いたことあるよ。やったことはないけど、あ、あるかな。え、逆に鎖骨もキモい。なんかでも、なんでキモくないよ。キモいとか言葉が良くないよね。ごめん。言葉変えるわ。気持ち悪い。ないわ。変わらない。キモくはない。変わらん変わらん。え、でもさ、後ろって結構辛いよね。え、だからもうこうしてるよ。そうね。そうだね、うん。じゃないと飲めないよ。こうしてるやん。こうしてって、でも男は吸わないといけないよね、これ。飲めないじゃん。コップみたいに飲めないから。これはやばくない？あそこさん。ねえ。あそこさん。どう変態だな。エマちゃんいいコメント欲しい。エマちゃんのいいコメント欲しい。エマちゃんのいいコメント欲しい。どういうお店に行ったんじゃない？ねえ、はあ、何何何変わった性癖が多すぎやし本当に、はあ、だよね。そういうお店に行ったんじゃないって言って鎖骨腫っていうの。え、肩甲骨腫はベッドでうつ伏せじゃないときに。いや、だから当たり前のように言わんで、当たり前のようにもうこれは完全にもう電話決定だね翌週ね、うん、翌週完全に電話決定だわ。そうだね、うん、鎖骨臭はこっちね。なんで骨のくぼみにお酒入れんと飲めんの。じゃあとにかく どこでもいいわけよ。そのくぼみにお酒を飲んで、あ、注いで飲むっていうのがもう愛情表現なわけよ。愛情表現、それ愛情表現。誰が嬉しい、誰が嬉しい。それ以外ないでしょ。え、誰が嬉しくてそんな鎖骨で飲ませた人さ。鎖骨ね、いや多分ね、飲ませた人じゃない、飲みたかった人がいるそう思う。多分鎖骨フェチとかじゃない、うん、フェチで飲ますかな。フェチはさ、もう見たり触ったりじゃない、なんかこういう。いやもうそれがだから行き過ぎたんよ。あ、行き過ぎたんかな、うん、行き過ぎたからもうここに酒を注げと。いざないだって。いざない、ちょっと意味が分かんない、ね、もうあれやん、もう神社行くやつやん。どういうこと？清めるみたいなさ。うん、もうそれ愛情表現じゃなくて、うん、そう、なんかちょっと性癖な感じがするな。とか、ごめんね、ね、今私たち夜だからさ、うん、だけどこれめっちゃ昼だもんね。まあだからちょっとよくわからないですけども、はい、なんていうのかな。いざない、え、ちょっと検索して、ね、ごめん、何を。でもさ、いざないは別に普通に誘うことだよ。誘うってこと？そうそうそう。いざなう、あ、こう、なんていうの、案内ではないけど、この入り口に誘導するみたいな。誘導するみたいな。じゃあもうあれだね、うん、今度、はい、次のテーマは性癖だね。はい、はい、いる性癖？ほら、いるから。いや、私は私はエマちゃんが性癖しかないってきてる。いや、それはその鎖骨腫が性癖でしか。テーマじゃないこれ。次のテーマね、これみんな、あの、引き続き収録しているので。ちょっと待って、ハセジュンさんやばい、最後のコメント。とにかく女体で飲んだの。もうこれ夜だったら楽しいけどさ。夜の番組1個開演する。夜の番組1個、ね、開演説するか。いやもうごちなりそうだわ、それは。そうだね、ナルトさんの性癖気になる。いないけどここには。でも1回もういいんじゃないですか、そのなんていうんですかね、僕は1回女体で飲むっていうのがちょっとわからないですけど。私さ、女体で飲むじゃなくて、あの、女体盛りってあったじゃん、うんうん、なんかよく昔さ、うん、それを見てみたかった。わかる、俺も一回経験してるもん、ね、見てみたい、経験してみたい。屋台盛なんか薬剤画とかで出るやつ。そうそうそう、屋台船とかさ、屋台船は普通にあるよ。屋台船に女体盛っていうなんかイメージがあるの。いや多分山奥の旅館だよ、女体盛は。いやいや普通に山奥じゃないわ。熱海とかさ。私なんかあの船の上のイメージがある。船の上は女体はない。わからん。なんじゃそりゃ。一回女体盛りやりたいね。これじゃあちょっと女体盛りやりたい。やろっか。なんか何かしらやろう。女体盛り。おい、ちょっと待って、ちょっと待って。やろうはどういうこと？どういうこと？あの、みんなお金出し合ってさ、うん、参加したい人お金出し合って、うん、女体盛りやりましょう。あ、なるほどね。そう、なるほどなるほど。二人もほらやりたいじゃん。これ
やりたくはないよ、ね、あの普通にあの健全なやつだよね。そうそうそう、もう全然全然そうだよね、うん、うんうんうん、芸術的なストリッパーの方がいるみたいな感じだよね、はいはいはい、そう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 、ね、うんうん、はい、ということでもうお時間です、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。また来週。さよなら。また来週。このまま続いてるからね。